NGC1555 は、オウシザに位置する偏光星雲である。この星雲は、オウシザ T 星によって照らされている。この反射星雲は、オウシザ T 星の周りを囲っていることがよく知られ、研究されている。オウシザ T 星は、オウシザ T 型星のプロトタイプである。その位置は、簡単に判明することができる、3.53等星のオウシザイプシロン星の正北星に、 約3度20、ヒアデス星団の光点の北である。星に照らされている西側にはっきりとしたハロのアーチとして見えている。オウシザ・ T 星と星雲の領域は576光年の彼方に存在している。この星雲は1852年ジョンファインドによって発見され、1861年から少しずつ暗くなり、1868年には、 大型の望遠鏡を使っても見ることができなくなった。その後、1890年のエドワード・エマーソン・バーナードとシャーバー・アンバーナムによる観測までは見ることができなかった。1930年代からは次第に明るくなっている。1868年、NGC1555 の近く、NGC1554 として記載されている。 別の星雲がオットー・フォン・シュトルーベによって観測されたが、約10年後には完全に消失している。パロマー天文台スカイサーベイでは、NGC1554 は発見できておらず、星雲が一致する研究場の場所である、オウシザ・ T 星の西南星4の地点には、14等星が存在している。星雲は一過星だったと推測されている。なお、現代の星図は、 NGC1554 と NGC1555 の二つの星雲を合わせて記載している。ABCDEF シンバドアストロノミカルデータベース。リザルツ 4HH155 2012年5月13日閲覧。ガリキシーマップ主義から238 2012年5月13日閲覧。宇宙時点全キーワードアストローハーツハット。 平凡社版天文の辞典平凡社。ISBN 4から5821150478 ABC ザエンサイクロペディアオブサイエンスハインドエスベリアブルネビュラ2012年5月13日閲覧 ABCD ザエンサイクロペディアオブサイエンスストルーブエスロストネビュラ2012年5月13日閲覧ありがとうございます。